ケイリー・クオコはアメリカ合衆国の女優。パパには秘密でのブリジット・ヘネシー役やチャームドシリーズでのビリー・ジェンキンス役、ビッグ・バン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則のペニー役で知られる。ケイリー・クリスティン・クオコはカリフォルニア州カマリロにケイリー・カーミン・クオコとレイン・アン・ウィンゲートの娘として生まれた。ケイリーの女優としてのキャリアは1992年のテレビ映画 クイックサンド、ノーエスケープに始まる。2000年のテレビ映画、青春の日々、愉快なブレディ一家でのモーリーンマコミック役や、CBS のシットコム、レディスマンで注目を浴びた。2002年に、ABC の、パパには秘密で、ヘネシー家の長女を演じたが、次女を演じたエイミー・デビッドソンよりも6歳、年少である。パパには、秘密でのエピソードを、コールドオープンで風刺した。 2004年にディズニーチャンネルのブランディミスター・ウィスカーズのブランディ・ハリントンを声優として演じた。また、2004年にチャームドでビリー・ジェンキンスとしてシリーズを通して出演し、ホリー・マリー・コームズやアリス・サミラのローズ・マウ・ゴーワンと共演した。また、ケイリーは2004年に映画ザ・ホローでニック・カーターやケビン・ゼガーズと共演した。また、ケイリーは2004年に NBC の10点を ABC ファミリーのクライムズ・オブ・ファッションやディベーティング、ロバートリーなどに出演した。2007年に公開された映画 2BE ファットライク目でキャリアで初めて主役を演じた。FOX のプリズンブレイクのザ・メッセージ、シカゴのエピソードに出演した。2007年9月24日から CBS のシットコムビッグバン、セオリー、 ギークな僕らの恋愛法則に出演している。2013年以降、アメリカの旅行予約サイトであるプライスライン .com のイメージ女優となっており、同社のトップページやテレビ CM に登場している。2007年10月29日、ABC のトーク番組ザビューで、あるデザイナーの男性とデートをしたことを打ち明けた。 ケーリーは、そのデザイナーに関する情報は全く話さなかったが、俳優の友人が多くないことや、もう俳優とはデートはしないことを打ち明けた。しかし、2013年夏、マンオブスティールのヘンリー・カビルと交際を始めた。彼と数週間で破局した後、テニス選手のライアン・スー・イーティングと交際し、同年9月婚約。2013年12月31日深夜。 カリフォルニア州サンタスサナで結婚式を挙げた。2014年8月31日、2014年、アイクラウドからの著名人プライベート写真大量流出事件の被害者となった。9月2日に自分と夫が水着姿でメキシコのビーチを歩いている写真にぼかしを入れて加工した写真を画像共有サイトのインスタグラムに自ら投稿してこのスキャンダルに自虐的に対処した。 2015年4月8日、オットライアン・スー・イーティングとの離婚が取り沙汰されるも、一周する。2015年10月16日、ビッグバン・セオリーの共演者で元恋人のジョニー、ガレッキとの密会を報じられる。双方が否定し、友人であることを主張した。2015年9月25日、スー・イーティングとの別居が発覚し、離婚をメディアが一斉に報じる。 2016年5月9日、スー・イーティングとの離婚が6日に正式に成立したと報じられる。日本では5月14日にシネマ・トゥデイが報じた。2018年6月30日、かねてから交際していた騎手のカール・クックと結婚したが、2021年9月、別居を発表した。ありがとうございます。